ジョイプラザ株式会社は、大阪府高市に本社を置く、パチンコ店などのアミューズメント施設を経営する日本の企業である。かつては口術の通り映画工業も行っていたが、2011年9月30日に撤退した。全日空商事の系列レジャー会社として1976年に設立。同年、大阪府堺市にパチンコ店を開店させた。 1979年、小畜関西支社での映画セールスや13シネマなどの劇場再開発の経験がある神田敏夫が経営を引き継ぐ。同志の経営に変わったことにより1983年に大阪府高月市に高月小畜、高月セントラルを建設し、劇場経営に乗り出した。1995年頃から行政関係者、商店会館部より、 町おこしのためにシネマコンプレックスを誘致する話が出たことに応じ、2000年に高槻シネマルート170を開業する。高槻小畜、高槻セントラルも並行して営業し、ミニシアター作品や旧作上映を行った。地域密着を理念とし、自治会や子ども会の行事への参加やエントランスを利用したフリーマーケットを行うなど地域と連携したイベントを実施していた。 また、劇場スタッフの80%が高槻市民であるなど、スタッフ面においても大手工業会社との差別化を図っていた。2006年に社長の神田は成居し、社長が交代する。高槻駅前再開発でシネマコンプレックスはできないものと同社は考えていたが、2004年2月、その場所に東方シネマズ高槻が開館した。 東方としても高槻市に進出する予定はなかったが、買収したバージンシネマズジャパンが出展を進めていたため、出展せざるを得なかったとされる。協議の結果、2007年、無駄な競合を避けるため東方は撤退し、東方シネマズ高槻をジョイプラザが引き継ぐことになった。引き継いだ劇場を、高槻ロコキューシネマ、高槻小区、高槻セントラルを、 高月広呼吸プラスシネマと解消し、高月シネマルート170は閉館した。2010年に高月広呼吸シネマの経営から撤退。同劇場はアレックスシネマが引き継いだ。翌年、高月広呼吸プラスシネマを高月セレクトシネマと解消するが、9月に閉館し、映画工業から撤退した。ありがとうございます。